これ何テーラーですか？クイーン。はあ。また仲間入りなんですね。よし、うん、ちょっと別なとこ探ってたからさ。はあ。クイーンテーラーって言うんだ。うわ、また古い。1957年。これタイヤバージョンもあるんですか？そうそうそう。ああ。これ芝浦が乗ってて正解のやつなんですか？いや、いろんなの乗ってる。あ、そっか、うん、いろんなんでいいんですもんね、昔はね。1957年、戦争終わって12年ですかね。あれ、これ置き場変わりました？いやいやいや、変わりましたよね、これ。ちょっと、あ、ちょっと入れ替えになったかもしれない。あれ、おお。あ、これセルでかかるんだ。自動ハンドルってそこについてるんですか。マジね。
上がれば止まる、下がれば。あ、そうなんですね。あ、本当だ。この当時にしたら画期的じゃないですか。で、油圧じゃなくてネジ。これ油圧じゃないんですか。ネジ。あ、これ油圧じゃないんだ。機械式。面白いですね。どうやってもう一回見せてもらってもいいですか。まあ、ミッションはコーンティングでしょ。これは加藤さんの現役時代は結構見たんですか。あまり見ない。見なかったですか。そんなに台数出てないから。あ、もうすぐ、うん、あれだ、4なんだ、普通のトラクタータイプに変わっちゃったから。これはあくまでも耕運機よりも乗るのがいいっていうので、トラクターっては言わなかったんですよ。常用耕運機、常用耕運機、ですからつぐりもミッションなんかも耕運機のミッション使ってるし、これサイドクラッチとブレーキと兼用なんですよ。最初サイドクラッチ切れて、さらにブレーキで旋回するんですから。トラクターになると中にリーフ入ってるから、これはもう根気と一緒。この時は、これ売られてた時は、久保田のトラクターはまだ出てないんですか。いや、L13 とかああいう。13。あったんですか。あった。そしてこれの後の方が L120。120ってあれ、塩井君がこの横型が乗ったやつなんだっけ、あれ、うん、それです。それがこれの後の型。あ、そうなんですか、うん、後の型で、うん、これの後継機で確か L120 だと思ったけど、以前のトラクタータイプは L12 ってのあったんですよ。黄色いボンネットでハッツのディーゼル乗ったやつ。短気筒。そう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 。小林さん持ってたし。あれが当時もうトラクターもあったんだけども、まあこれは耕運機のなんていうか後で乗って作業できるということで。あれ塩井君のもあれかな、 KNDR。90が乗ってんのかな。あれ違う、エンジン違う。エンジン違う。あれは何、もう ER になってんじゃないか。ああ、
これは初めて見ました、動いてるところは。これは運転会には何回か行ってるんですか？いや、行ってない。あ、行ってないですか。これは意外と見ないですよね、本当に。やっぱりね、販売台数がないからね。台数がない。でも、ね、値段的には今期よりちょっと高いと。やっぱりね、トラクターと違って、なんていうかな、結局旋回するときもいちいち踏まないと旋回できないしね。これが機械式なんですね。そう機械式で後ろのロータリー、うん、あっちだって同じ。ヤンマーも自然に回ったり止まったりしたんですかね。どうかな。このシール、その当時のものですか。あ、違う、これは違う、違うんだ。雄大くんが来たんですね、これ見に。